本日はヒップホップ界では芦澤流星選手を除き自身が一番強いと豪語しているブレイキングダウンファイター悟選手が12月4日に行われたブレイキングダウン 6.5 コメオ VS 高垣雄二にて試合後気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。悟選手とコメオ選手はブレイキングダウン6大会前合同練習にてスパーリングを行っており、コメオ選手の左右のフックに対して悟選手がジャブを合わせ豪快なダウンをダッシュしております。そんな中行われたブレイキングダウン 6.5 コメオ VS 高垣雄二では、果敢に前に出る高垣雄二選手に対してコメオ選手はステップを使い遠い距離をキープ、自ら前に出ることはせずカウンターを合わせるスタイルで戦っております。そんな両者の戦いでは1分間の間に決め手がなく、延長3ラウンドを戦い抜いた末、コメオ選手が判定勝利を収めております。この試合直後、元ディーブバンタム級王者ジョビン氏はツイッターにて、コメオさん、1分間の戦いで、あの言動で、あの立ち振る舞いで、果たしてこの戦い勝っていいんでしょうか。ブレイキングダウンの試合で誰があのカウンタースタイルを求めてるの。そもそも体もスタミナもこの試合にかけて作ったようには俺には見えんかったけど、せめて気持ちだけは見せてほしかったとツイートし、ブレイキングダウン1分間ルールにてステップを使いカウンター攻撃に徹していたコメオ選手に対して、前に出て戦う姿が見たかったとコメントをしております。さらに悟選手は試合直後ツイッターにて、ユージさん何やってんすか、コマオに負ける姿はさすがにないだろ、弱すぎ、ショックだよ、がっかり、鍛え直せよ、弱すぎ、外野はてめえらだよ、何を言うがこの2人に俺が負けることは絶対にない、それが真実だ、どんぐりの背比べだけどアウトサイダー世代としてコマオに負ける姿はさすがにお話にもならねえ、自称格闘家だろ、ラッパーの足元にも及ばねえよ、トレーナーにくれぐれも手加減してくれって言われて最善の手加減をしてジャブをちょこんとやっただけなのに、こんなぶっ飛んだコマオに負けたんやで、恥だろとツイートし、高垣雄二選手に対してコメオ選手に負けたことが残念、コメオ選手に対しては弱すぎて相手にならないとも取れる発言を行っております。この一連の流れにファンの中では、いや高垣雄二に勝ったらコメオ頑張ってるんだろうけど、高垣雄二38でしょ、あそこまでドロー続いたらさすがに年齢的にきついでしょう、コメオ応援してるけど年齢考えたらちょっとな、あの年齢であそこまでできる高垣雄二がすごいのかわからんけど、コメオもっと頑張れ、1ラウンドで決めてくれ。ブレイキングダウン 6.5 見てて思うけど、毎度威勢のいいこと言う割に1分間なのに街で戦うやつなんなのよ、川島優太みたいなバチバチならわかるけど、コメオは何しに出てるの、あれカウンター待ち、それ誰が望む試合なの。やはり魅力的な男が出ていると見てしまいます。前に出る高垣さんに対してコメオさんは徐々にカウンターを合わせてジャッジに見栄えを良くしていた印象がありました、などブレイキングダウンの醍醐味である1ラウンド決着を望む声が多く寄せられております。注目の集まるブレイキングダウンの今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。